第1回ブレイキングダウン那須大輔、ついにやり返すときが来ました。おぉ、ナスさん大変だぞ、来たぞ、ナスあぁうわぁ、ナスさん日本ゲームワン、ですね、試合後のちょっとインタビューをさせていただきたいと思いますけども、うん、どうでした？簡単やな。簡単、うん、あ、簡単ということで、あの、まあ、いい勝負かなと思ったんですけど、圧倒的勝利。どうやった？圧倒的勝利オッケーオッケーでしたけども、むしろどっちつく？はい、どっちつく？那須さんと俺やったら見た、これ分かると思うんですけど、うん、森さん、まあ、そうやな、そうやな、あの、次サッカー、サッカーということなんですけども、うん、どうですか、意気込みは？タックル入れるわ。タックル入れるということで、うん、ありがたいですね、うん、やっぱり、うん、そうやね。まあでも動いてますね、那須さん。動いてる。もう一回入れるわ、はい、もう一回入れる。あ、はい、本当に喧嘩をしに来てます。いやいや、してないしない。すいません、こんなことさして。本当はさしたくないんですけど、ほんまにもう。ええよ、この間やっぱ激辛されたんで、で梅ちゃんがやっぱバンジーを受けた。ドッキリした？はい、記憶喪失ですか？あの、めっちゃドッキリされてます、僕。下5個ぐらい今までされてるんで。雨企画しかしてない。違います、違います、あの、無知だらけです。無知だらけ。はい。ああ、なるほどね。こんなことされたから次もっとしたろうっていう考えにもうなってる。危ない。え、なんでなんで。おう、いや、参った参った。残った残ったみたいに言われてるけど、相撲は後に。強かったっすね、森さん。強いわ。やっぱね、あの、下半身の足技来た時に、はい、やっぱ慣れてるよね、路上系だよね。路上の、うん、じゃあ次、あの、2戦目が、ま、違う戦いがあります。オッケー、そちらの方にオッケーお願いします。オッケー。はい、1個目の勝負が終わりまして、相撲は森さんの勝利です。意義あり、意義あり。何ですか？体重5キロも差が。5キロ？体重差があったんで、ちょっとそれは確かに5は大きい、大きすぎるんで、次体重差関係ない。さあ、開会式です。日本代表オーフォワード VS 日本代表オーディフェンスのレジェンドバッチバチ対決になってますんで。オーケー、オーケー。その先行の人が取ったら後攻の人もありますけど、1点取った場合キーパーお願いします。ウィナーズの、なんか刺激してるな。何ですか？なんか刺激してるな。どういうことですか？ウィナーズのトライアウトの、そうそうそう、どうしたんですか？ 3-1 や、3-1 だった。バット持ってきて。あなたならいらないです、バットなしでも勝てます。おう、はい、では早速先攻後攻のジャンケンお願いします。先攻で、はい、いや、行きたかった先攻、うん、ではお願いします。オッケー、では早速お願いします。いただきます。よっしゃ、来たよ。あー、うすげー。おえ、うわー、すげーすげーすげー。いきなりトラップミスから始まりましたけど。あの人相撲をしすぎたから。さあ、やっぱ周りが、そうですね。うわ、すげえ。うわぁ、しざす。そんなん言うの、お前、なんで。キジしゃがんで、座ってたけど、真ん中にしゃがんで。やべぇ。お願いします。裸、かっこええな。きた。あー、いい寄せ。こけた。いい寄せや。今のはいい寄せや。狭いな。今のはもう、那須さんの良さが、そうですね、ぐわー寄せた。勉強になりますね。うん、お願いします。裸いのに勉強になる。日本風の裏。うわー、試合終了。試合終了。終了だ。よっしゃ、よっしゃ、すごい、おめでとうございます。2本目の1対1対決、勝者那須大輔。よっしゃー。最後なんなん？最後の対決なんですけども、ダイレクトしりとりスティック。頭を使いますか？これはチームマキリカも恒例の、あの、面白いやつになってますので、できるか、カモメ、メダカみたいな感じ、カラス、同じのなし、同じのなしの絶対ダイレクト。オッケー、しりとりで殺すんがありなんで、この
ボールで殺さない。キックで殺すなしで。オッケー。はい。お疲れ様です。はい。一対一終えてどうですか。あそこは負けられないでしょ。あそうなんですね。ああでも現役森さんの方がこの間つい最近まではされてましたけど。ああそういうタイプじゃないもん。ああなるほど。一対一とかではない。じゃないね。なるほどなるほど。一対一はやっぱ那須さんの強さが。まだまだ。ディフェンスも強くてオフェンスも最高のシュートでございました。はい。じゃ三本目の勝負があのシリトリフティングになってます。普段やられたこととかは。あります。あなるほど。プロとかでもやるんですか。たまにやります。なるほど。結構頭使う勝負だ。だって頭で生きてます。嘘つけ。頭じゃないでしょ。ヘディングしすぎてますよあなたも。普通に勝てば勝利ですから、はい、OK、はい、期待してます。頑張ってください。お願いします。先ほど試合1対1の方負けましたけど、うん、どうですか。サッカー良くない。サッカー良くない。サッカーしなくない。もうぶつかり合いの方がいい。そうやな。次シリトリフティングです。大丈夫ですか。いやまあまあ負けんやろ。しりとりは強いですか。しりとりしか勝たんもん。し、あ、しりとりしか勝たんもん。頭いいもん。肉体、サッカー、頭、うん、これ頭で勝った方がやっぱかっこいいと思う。そうやな。ぜひ、あ、この攻め方とかあるし。このキルボラって君よ。なんで？で、乱闘。全インタビュー乱闘起こそうとして。あれやな、全員ちょっとあれやな。入場するときもデカ盛りしてくるんだんで。想像してたらよかった。それ、一回やってみよう。一回やってみます、うん、ではお願いします。ダブ向かれ連続車マリモ森島マンゴーコマあとバンボオート。トマト。森さん遅かったっすね。ほんまか。デンモックってなんだ。デンモックってデンモック。デンモックってあのカラオケの。カラオケデンモック。デンモックってお前。デンモック。デンモック。デンモック。今の俺遅かった。森さんの負け。今の1点負けです。なんないですね。これめっちゃモテる。めっちゃモテる。めっちゃモテる。出ないな。出ない。強いってか強いな。強いし。どんな名前の森島さん。全然あり。知ってる人です。田中さんとかなしですよ。お終わったもんや。うん。では、お願いします。じゃあ、みんな。大事、めっちゃ大事。お願いします。
ール、ルビー、インク、車、マリモ、もつ鍋、弁当、うん、弁当、うん、弁当、うん。こたつだろ。これ勝ちやな。これは、これはいったな。弁当って言ってたの。いいよ、弁当です。いけてたんですよ。ボールあるかな。ボールが悪かったんか。ボールが。俺もあったから農家にする。いいですか。いいよ。ほんますみません。いいよ。次本当に決まった方がで。助かった。すみません。笑ってる。なんで笑ってる。フットサル。ルビー。一物。セミキ。キツネ。ネズミ。ミミズ。ズコウ。うんこ。コマ。シートリフティング勝者那須大輔。よっしゃ。結果3本勝負、那須さんの勝利です。第1回ブレイキングダウンせやね、はい、どうでしたか試合。終わった感想は、まあ、サッカー以外のところで勝ったからよかった。怖っ。いやいや、サッカーで勝ってもらわないと。いやいや、もういいかな。もうそうなんです。そうそうそう、サッカーとかはもう譲って。そうそうそう、もう相撲にかけてたからさ。水抜きしてみたし。どうでしたか勝者。サッカー以外で負けたら悔しいよね。そんなことないでしょ。まあでも強かった。いやいや、そうですね、ありがとうございます。いや、お二人に今回参加していただきました。いつもお世話になってる二人なんで、お二人のチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。もう僕のこといじめんといてくださいね。俺はいじめてない。確かに。もういじめないでください。いやいや、もしいじめなかったら、はい、頼もうぜ。登録のボディかと。ありがとうございます。本当にもういじめてくるんで、ほんまに勘弁してください。本当にありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。負けるんじゃねえぞ、お前の夢は。かつてともに涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ。どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。